翔平に戻ってくるなと言われたよ。怪我で離脱中のムーキー・ベッツ選手がアメリカテレビのインタビューに告白しました。ドジャース大谷翔平選手が29日敵地ジャイアンツ戦に1番指名打者でスタメン出場し、同点の3回1走者なしの2打席目に2試合ぶりの本塁打となる26号ソロを放ちました。メジャー通算打点は499となりました。本日は大谷翔平選手の活躍に加え現地実況の様子もお伝えします。さらにベッツ選手インタビューもお伝えしますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。現地実況も興奮。大谷翔平ホームラン、1対1の同点で迎えた2打席目ワンボールツーストライクから2球ファウルで粘った6球目でした。2番手右腕ハワード選手の甘く入った 85.6 マイルを捉え、センターへ打球速度 109.7 マイル、打球角度35度、飛距離412フィートという26号勝ち越しソロを運びました。現地の実況も大興奮の状況をご覧ください。Otani should be ready to hit first pitch against Spencer. Here it is. Swings and misses out in front of a slider. Otani, who's hit 8 home runs in his last 11 games, fouls this into the glove, and it's 0-2. I give Spencer Howard a lot of credit. Watching his last couple games, he fills up the strike zone. It looks like there's hittable pitches, but hitters have not been squaring up his slider and the high fastball. Here's his 0-2. Oh. And he's got a great change of pace to his changeup, about 14 miles off of his fastball velocity. His 1-2 offering is pumped foul. You mentioned it. He was a top prospect of the Phillies for a while. Gets to the major leagues in 2020. They trade him soon after that. Parts of 3 years in Texas, he had an 8 ERA. So last year, Rangers release him. You can understand why here in those numbers. He spends a month in AAA with the Yankees, released again, signs at the end of the season with the Giants, and then starts this year in AAA with the Giants, but getting his opportunity because of the injuries. Otani hammers this ball in the air to straightaway center field. Did he get enough? He sure did. Shohei Otani to dead center field. Dodgers take the lead. His National League leading 26th is a majestic sky scraping blast to center in San Francisco. Well, we talked about it in the inning. His chances of getting an extra base hit were over 50%. They're now 100%, Joe. I can do that math. And he is so strong, and you've got to pitch him perfectly right now. Otherwise, that capability is way in his game. The slider, how it just hung right there in the zone. When a hitter sees those seams in that big circle, that their eyes light up. When they miss the slider, it's a tiny dot. It's the seams coming together, and you saw that perfectly from our vantage point. オラクルパークの右翼場外のマッコビーワンに飛び込む本塁打はスプラッシュヒットと呼ばれ、ボートに乗った人たちがホームランボールに群がる光景は名物です。正式認定されるのはジャイアンツの選手が放った103本のみですが、大谷選手にも日本人初の偉業に期待がかかっていました。5月14日に大谷選手は右中間最深部へ446フィートのアーチを放ちましたが、飛んだ方向がセンター寄りだったことで海まで届くことはなく、打った瞬間行くかなと思ったんですけどと悔しさをにじませていました。この日も試合前から海には10隻ほどのボートなどが待機していましたが、センターへのアーチでスプラッシュとはなりませんでした。26日の敵地ホワイトソックス戦では2試合連続先頭打者本塁打を放っていた大谷選手、史上4人目の3試合連続先頭打者本塁打の期待がかかった前日28日は球審の微妙な判定にも泣かされて、1打席目は3球三振に倒れました。5回1死3塁の3打席目は申告敬遠で歩かされるなど、3打数1安打で2試合連続本塁打と10試合連続打点が止まりましたが、悔しさをぶつけるように2試合ぶりにアーチを描きました。21年に13発、
23年に15発を打って2度の月間 MVP に輝いた得意の6月はこの試合を含めて残り2試合で12発目。16日の本拠地、ロイヤルズ戦からの12試合で9本目と勢いが止まらなくなってきました。チーム84試合目での26号。レギュラーシーズン162試合に換算すると50.1発ペースです。21年の自己最多46本。本塁打王に輝いた23年の44本を上回り、日本人初の50発も超えるペース。毎年6月に調子を上げる要因を。シーズンに慣れてくるのもそうですし、シーズンの中でいいところ、悪いところ、いろいろ改善しながらちょうどそういう波が来やすいのかなとは思う。と分析し、まずは継続はしたいですし、これをしっかり最後まで、シーズンの後も見据えてしっかりと継続できればいいのかなと思います。と話していた大谷選手、勢いはどこまで続いていくのでしょうか。地元メディア、ドジャーインサイダーは公式 X で6月の月間本塁打記録を紹介しました。6月の月間最多は1985年のペドロ・ゲレーロ選手の15本が最多で、2位は2017年のコディ・ベリンジャー選手の13本、大谷選手が12本で2000年のゲリー・シェフィールド選手らに並ぶ3位タイとなりました。大谷翔平選手は6月は3度目、通算でも5度目の月間 MVP が有力な情勢です。これで最近12試合では9本目の一発を放った大谷選手に対し、デーブ・ロバーツ監督は試合前に、翔平は明らかに楽しい人で、それが彼の特徴。彼は規律正しく、それは予想通りだったが、彼がこんなにもコーチの指導を受けたがっているかは分かっていなかった。打つこと、走ること、私自身も彼といろいろなことを話した。素晴らしい才能を持ちながら、もっと上を目指したいという思いが強く、野球を愛している、とてもいいこと、と貪欲な姿勢を評価していました。ドジャース大谷翔平選手はここまで打率3割2分2厘25本塁打でリーグ2冠と驚異の活躍を見せています。米スポーツ局フォックススポーツでは、現時点の MVP 第一候補として大谷選手を選出。左手骨折で離脱しているムーキー・ベッツ選手に、復帰には時間をかけてくれと珍忠告していました。フォックススポーツではベッツ選手にインタビューを行っていました。怪我は順調に回復しているよ。翔平が怪我をしたカバーをしてくれてるので本当に頼もしいよ。なるべく早く復帰したいと思ってたんだが、翔平に早く戻ってこようとせず 100% の状態になって戻ってきてくれ。中途半端な状態だと怪我が再発する恐れもあるので、完治するまで戻ってこないでくれって言われたよ、と大谷翔平選手との秘話を明らかにしました。大谷選手はドジャース移籍1年目、開幕から40打席本塁打が出ないなど不調もありましたが、80試合に出場し、いずれもキャリアハイの成績を収めています。 MVP 投票において重要視されるウォーはファングラフスが 4.6 で、ベースボールリファレンスが 4.7、 いずれもナ・リーグトップの数値です。 FOX スポーツでは今季の MVP について議論。ドジャースの地元放送局スポーツネットロサンゼルスで解説を務めるエリック・キャロス氏は大谷選手を MVP として選出。ベッツ選手が故障で離脱してから、彼は1番のスポットで出塁率5割を超え、6本塁打を放っています。彼はドジャースの攻撃陣を支えています。DH ですが、彼が私の MVP です。と話しました。これには司会を務めるケビン・バークハート氏も、翔平はウォーでトップに立っています。彼は守備をしていないので、これは驚異的ですね。と頷いていました。また、元 MLB 投手のドントレル・ウィリス氏もそれに同意。彼はそれくらい影響力があるんですよ。ベッツ選手よ。だから時間をかけてくれ。急いで戻っちゃダメだ。彼は先頭打者として、それくらい優れているんです。と異例の提案をしていました。ドジャース補強の可能性。ドジャースは何もしなくても優勝候補の一角ですが、圧倒的なチームを作りたいと考える可能性があります。その場合、一つの選択肢はブルージェイズからボービシェット選手遊撃手を獲得し、ムーキー・ベッツ選手を右翼手に戻し、テオスカー・ヘルナンデス選手を左翼手に移し、攻撃力を強化することです。ただしブルージェイズは現時点で選手をトレード市場に出す意向はないそうです。現在7連敗中で35勝43敗でア・リーグ東地区の最下位であるにもかかわらずです。
そこで次の選択肢はロザレーナ選手です。レイズは情報筋によるとベテランのトレードの可能性についてすでに話し合っているらしいです。アロザレーナ選手は打率1割9分1厘、出塁率3割4厘、長打率3割4分8厘とキャリアで最悪のシーズンです。しかしながら21年のア・リーグ新人王で、23年はオールスターに選ばれましたし、ポストシーズン33試合で11本塁打、OPS 1.104 と大舞台にめっぽう強いです。お祭り男です。ベッツ選手、ヘルナンデス選手、大谷翔平選手、フレディ・フリーマン選手、ウィル・スミス選手のいるラインアップに加わり、環境を変えれば復調し本来の力を発揮できるかもしれません。ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長はタイラー・グラスノー選手の獲得など、古巣のレイズとはトレードをまとめやすいです。しかしながら7月30日のトレード期限までまだ5週間もあり、状況は大きく変わる可能性はあります。ブルージェイズが負け続ければ利手に回るでしょうし、借金1個のレイズが勝ち続ければアロザレーナ選手は出さないかもしれません。しかしながら現時点ではパッサン記者はドジャースの理想的なターゲットはロザレーナ選手だとしています。アロザレーナ選手は2023年から FA 権を取得しており、2026年オフまでに4年間年俸調停権が与えられています。この関係で来シーズンもレイズでプレーする場合、今季の年俸4150万ドル以上の金額で契約をしなければいけないため、財政再建中のレイズは早い段階での放出を検討しているということです。アロザレーナ選手といえば昨年3月の WBC にメキシコ代表として出場し、準決勝で侍ジャパンと対戦しました。あの打球をフェンスギリギリでキャッチする好プレーを見せるなど活躍しています。さらに腕を組んで仁王立ちした姿、ドヤ顔腕組みポーズで話題になっていました。アロザレーナ選手自身もドジャースへの移籍を志願しているという情報があり、ムーキー・ベッツ選手やフレディ・フリーマン選手、大谷翔平選手といったスーパースターと共にプレーをしたいと語っているということです。アロザレーナ選手は以前オールスターゲーム前に大谷翔平選手についてコメントを求められた際に、アメリカテレビで、彼は人間じゃない、別世界からやってきた宇宙人だよ、それくらい彼のやっていることは真似できない、マイナーリーグならまだしもあの高いパフォーマンスをずっと維持してきてるんだ、普段からどんな練習食事生活を送っているのか気になるよ、でも真似できないと思うね、でも翔平と一緒にプレーしたいと野球選手なら誰しも願うと思うよ、と大谷選手を高く評価していました。そんなスーパースターとチームメイトになることはあるのでしょうか。これには SNS でも様々な意見が出ています。外野手なんて補強してどうするの、若手が好調でAAA ではもはややることなしのアウトマンも控えてる、今わざわざ外野手を取ることないよ、ましてや今季不調なアロザレーナなんて、別に今季だけワールドシリーズ制覇できれば良いってもんじゃないんだから、これからも世界一を目指せる中長期的な編成を考えるなら、上記3人の若手外野手をうまく入れ替えながら育てていく方がよっぽど良いと思うんだが、という意見や、今は動けない、ファヘスが長打も打っている、ベッツがいつ戻れるかがわからない、今のメンバーでも勝てている、それより先発投手の方である、先制してもすぐ点を取られる、グラスノーなど少ない投手の時だけ、あとは投げてみないとわからない、下位打線が出塁をしているので大谷も気楽に打てる、ベッツの後は緊張している感じ、ポイントゲッターのロハスも良い感じである、ヘルナンデス、ティラー、バーンズ、バルガス、ビシオなどが出るようになればもっと勝てる、スミスの加工気味は気になる、という否定的な意見が多く見られました。しかしアメリカメディアではドジャースの外野手補強を強く進めているようです。ベースポーツ専門メディアブリーチャーレポートがザカリー・D・ライマー氏が、 MLB トップ球団がトレードデッドラインで最も必要としているもののタイトルでコラムを掲載しました。記事によると、今シーズンの試合の約半分が終了し、7月30日のトレードデッドラインが迫る中、MLB の上位10球団について最も切実なニーズを考え、その解決策として獲得すべき選手を一人提案するとしています。ドジャースに対しては外野手が必要としています。先発投手、リリーフ、二塁手、遊撃手など強化したい部分が数多くありますが、
彼らの最大のニーズはラインナップの後半にもっと力が欲しいということです。さらに外野の2つのポジションも改善の余地があるので、外野手でラインナップの後半を強化できる選手が理想的だとしています。ドジャースの現状の外野陣は左翼にテオスカー・エルナンデス選手、センターにアンディ・カヘス選手、右翼にジェイソン・ヘイワード選手の布陣が軸となっています。その中で重要な時に打撃でインパクトを与えている選手はエルナンデス選手ぐらいでしょう。エルナンデス選手とパヘス選手は共に右打者なので、左打者を加えることでラインナップのバランスが良くなります。この獲得する選手が複数のポジションもカバーできればさらに良いでしょう。そこでドジャースはマーリンズのジャズチザムジュニア選手の獲得すべきと提言しています。今季は2022年のオールスターレベルのパフォーマンスは見せていませんが、 OPS777、 ホームラン10本、盗塁13という成績は悪くありません。さらに中堅守に転向する前はミドルフィールダーでした。彼を獲得して彼のかつてのスキルを引き出すことができれば、ドジャースは大きな利益を得ることができるでしょうとしていました。